はい、では続いて色塗りを紹介していきます。海を塗る上で注意するべき点としては、海の色と空の色ってあります。で、海の方が必ず空よりも濃い色になります。ですんで、海を塗るときは青色か藍色がいいと思います。で、空を塗るときは水色、それかまたは青を白で薄めた色を使うといいと思います。必ず海の風景を描くときは空がついてきますんで、必ず海の方が濃ゆくて、空の方が薄い色を使うっていうのが基本になりますんで、皆さんも覚えておいてください。で、使う色としましては、白と、水色、それから黒、そして青と濃ゆめの藍色、それとちょっと船使うのに赤と補色として黄色を使います。では実際に塗っていきます。そしてまずは、海から塗っていきますので、広いところからまず塗るのが基本ですので、広いところを大きい平筆で塗ります。まずグラデーションの要領で塗っていきますので、筆に水を含ませて海の部分に水をつけていきます。で、水をつけたので、で、塗るときに気をつけるべき点としては、すみません、海は奥のところが濃ゆいです。で、手前に行くほど色が薄くなりますので、奥を濃ゆめの色で塗ります。で、藍色を使って塗ります。青と藍色を使って濃ゆめの青を作ります。これを一気にグラデーションと同じ要領で塗っていきます。下に鉛筆の線の跡、鉛筆で描いた跡とかありますけど、そういうのも気にせず上から一気に塗っていきます。そして空も同じようにグラデーションで塗るので、空にも水をつけます。水をつけて、空も基本的に上の方が濃い水色になります。で、地平線に行くほど白くなっていきますんで、上の方は濃く、下の方は薄く塗るのが基本になります。水色を取って空を塗ります。
ここまで塗りましたら、ちょっと一旦乾かします。はい、では1層目が乾いたので、今度2層目を塗っていきます。またさっきと同じ要領でグラデーションで、海を塗っていきます。筆に水を含ませて、海を水で、塗った海のところをもう一度水で濡らします。そしてもう一度青と藍色を合わせて深めの青色を作って、それを上から塗っていきます。色が薄いので色を足します。はい、で乾かしている間に、空の部分を塗っていきます。空のところはこれ以上青を深く塗ると雲とか塗りにくくなるので、空色を取って、小筆で空色を取って、雲の隙間の濃いところだけ空の部分を塗ります。でもこの辺りは地平線なんで、相当白じゃなくて空色が薄くなりますので、このまま塗らずに置いておきます。でその間にちょっと緑がなかったので緑を足します。緑を取って、白も加えて薄めの色を作って、奥の山を塗ります。でこう海の奥にある山なんですけど、もう遠くにあるので薄くなっているので、原色の緑は黄緑は使わずに、できる限り薄い色で、山を塗ります。で細い筆で塗ります。細くて、小さいところは基本的に小さい筆で塗ります。大きいところは大きい筆で塗ります。船は最後に原色で、もう水をつけずにそのまま塗りますので、気にせず塗っていきます。船の上にも色がついても構わないので、そのまま塗っていきます。で、これで緑と青を乾かしている間に、この辺りは、乾いているので、この辺り乾いているところを塗っていきます。で水彩絵の具は基本的に乾いたら上からの塗る、乾いたら上から塗るです。で乾かしている間に乾いているところを塗っていきます。そして雲も明るい白いところと、ちょっと影ができているところとありますので、白いところは真っ白で塗ります。で影がついているところはちょっと濃ゆめ、白に少し青を入れたような色で塗るといいと思います。ですのでもう白を取ってそのまま伸ばして、ちょっと緑が入っちゃってますけど気にせず塗ります。でこうやって色分けしてますんで、色分けしてるところには塗らないように気をつけます。
で、雲の影の部分を塗ります。白に少し青を混ぜて、で、これで塗ります。空なんで、雲なんで、急に色が分かれてるわけじゃないので、多少、白を塗ったところと滲んでも大丈夫だと思います。変に色が分かれてると、違和感があるんで、人工物だったら色の分かれ目がはっきり出るんですけど、自然のものっていうのは色の分かれ目がはっきり出ませんので、多少滲んだりしてても大丈夫だと思います。はい、で、ここまで来たので一旦乾かします。はい、では2層目が乾いたので3層目塗っていきます。ちょっと思ったよりも海が濃くならないので普通に塗っていきます。ちょっとそれは僕のミスでした。で、水平線は基本濃いので水平線だけは結構濃く塗ります。そして、手前に行くに従ってちょっと薄くしていきます。と、絵の具に水をいっぱい含ませて、ちょっとあえて薄い色を作って塗っていきます。で、ちょっとここも塗ります。で、ちょっと乾かします。乾きましたので、今度は海の影の部分と光っている部分を塗っていきます。で、こう見ますと、海にはこう波が立っているところで必ず影が来ますんで、影の部分は濃く塗ります。で、影の手前か、奥の方に必ず光っている部分が来ますので、そこは白で塗ります。ですんで、まず濃いところを藍色に、あと青とちょっと黒を足します。少しだけ黒を足します。で、色を作って、海の境界線よりも濃くてもいいと思います。で、この鉛筆で色分けした部分に、影の部分を塗っていきます。で、奥の方はほぼ奥に行くほどちっちゃくなりますので、波も奥に行くほどちっちゃくなるのでちっちゃく描きます。奥は。で、手前に行くほど大きくなるので大きく描いていきます。大きくというか、こう長く描いていきます。
で、手前のところの大きな影は、大きな筆で塗ろうと思います。この平筆で塗ろうと思います。で、海の地平線よりもちょっと濃いめの色を作って塗っていきます。ちょっとちっちゃいところも本当は分けた方がいいんですけど、ちょっともうまとめて塗ろうと思います。で、一旦ここで乾かします。で、その間にちょっと山の部分も塗っていきます。山にもちょっとこの写真だとちっちゃくてわからないんですけど、木の林があったり、平地だったり田んぼだったり建物だったりありますんで、少しだけ変化をつけるといいと思います。一回塗って終わりじゃなくて、色を作ってまたバラバラにして、木があるとか何かいろいろあるんだっていうのをちょっと表現するといいと思います。ここは下関の海が見えているので、小倉の方の山をイメージして打っていくといいかなと思います。ロープウェイとかいろいろありますんで、そういうのをちょっと考えながらちょっと意識して塗ります。で、乾かしているこことここを乾かしている間に、雲を、乾いている部分をより塗っていきます。雲の白い部分は、まあ、水はつけずに原液でそのまま塗っていきます。で、雲を描くときはこうくるくるっとくるくるっとこう丸いっていうのを意識しながら塗っていくといいです。丸くなれ丸くなれと意識しながら塗っていきます。形のないものを描くのが一番難しいですので、こうちょっと結構大変だと思いますけど、皆さんもこうくるくるっと丸くなるのを意識して雲を描いてみてください。それで、だいぶ乾きましたんで、ここに今度は光の反射する部分を塗っていきます。で、これも白を原液で取って、水は使わずにそのまま点々をつけていきます。こういうふうにところどころに点をつけていくように塗っていきます。まっすぐな線を引いちゃうと、ちょっと自然違和感があるので、ところどころにこう点々点々と波のあるところにつけ白をつけていくといいです。
波も一つ一つ同じなわけじゃないので、一つ一つまあできる限り変化をつけていくといいと思います。で、そしてここの部分ですけど、ここは、こういうふうに波がいっぱいランダムにありますので、まあ、大体大まかな丸のところはこの小筆でやって、大きいところはあの筆をボサボサにさせて塗っていきます。まず、大きくてあるとランダムにじゃなくて、大きいところをまず塗ります。そして次に、細かいところを、細かい波のところを塗っていきます。白を出して、この筆を、余分な水分はすべて取って、白を筆全体につけて、でこれもちょっとボサボサにさせます。こういうふうに意図的にわざとバラバラにして、水しぶきがあるところにちょん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 とつけていきます。で、波の間隔が欠けたので、今度は奥の方の船を塗っていきます。でちょっと濡れちゃってますけど、船は結構濃ゆいので、濃く色が出てますので、原色で水を使わずにそのまま塗るといいと思います。もうこの辺りは乾いてますので、そのまま筆に絵の具を、水をつけずに絵の具だけ取ってでいきます。そして赤の上は青ですので、また青も取って、水を含ませずにそのまま青を取って上を塗ります。洗ってまた白だけを、水を取って、白の原色をそのまま取って、船の、こう甲板かな、船の部分、船室とかの部分を塗ります。で、乾いてから上に、船の窓とかを塗っていきます。白を使ってこの建物のあるところもきちんと塗ります。
で、ここで一旦、もう一回船を塗るので、乾かします。では、船が乾きましたので、ちょっと窓を塗っていきます。窓はちょっと黒っぽいので、黒だけでもいいんですけど、ちょっと青も混ぜて、青系の黒を作って、ちょっと窓を塗ります。失敗しました。はい、ではこれで完成になります。皆さんもよろしかったら海描くのに挑戦してみてください。見てくださってありがとうございました。